生えてるとこないんですけど、今日は美味しい美味しいベトナム料理を食べに行きます。久しぶりすぎてどこか分かりません。エストはどこだ。ちょっと遠かったね。ここだ、ルミネイスト。あったあったあった。見てこのプラスチックイスト、プラスチックの枠。ほらベトナム語、これルミネだよ。わあすごい、めっちゃベトナムじゃん。すごいベトナム。こちらがフォーハノイ屋台バーバーというお店です。サンはベトナム語でバーなのでバーバーというお店です。店内めっちゃ可愛くないですか。もうルミネと思えないぐらいめっちゃ可愛いベトナムです。ここにはおなじみのベトナムの屋台の、なんていうの、屋台のカートがあります。しかもねめっちゃ新品、めっちゃキラキラしたの。ベトナムで見るとねめっちゃボコボコなんですけど、すごい綺麗なのがあって、ほらいっぱいもうこういう美味しいものあるよっていうチェーンの具材かな。もちろんビールもたくさんあります。あ、果物もいっぱい、南国です。どうやらねメニューめっちゃあって、この麺料理が33種類あるそうです。バーバーってお店だからね、こう1から行って1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,33個あります。すごい。机はベトナムでも使われているね、このなんていうんですか、これめっちゃ綺麗です。めっちゃピカピカ、こんなピカピカになるんだってぐらい。席はねやっぱりプラスチック椅子です。この形はちっちゃいプラスチックなんですけど、でっかいプラスチック椅子もあります。この重ねてる感じがまさにベトナムです。でこっちは真っ黄色の壁にかわいい青色の窓があります。もうこれもねもうベトナムなんですって、ほんとベトナム。そしてベトナムといえばランタンが、ランタン綺麗。ドリンクはフリーでハス茶が置いてます。ハス茶、もうベトナムといえばねハスですね。じゃあベトナム人の方食べられてるの生じゃないんですね。生じゃないです。あ、そうなんだ。いれば取れそうね。すごい、初めてひまわりの種いただきました。こういうねおつまみ、おつまみじゃないか、カフェのお供みたいなのもね置いてるんですね。初ひまわりの種。うん、ピーナッツみたいな味で、意外とねこうちっちゃいからもう次って食べれるような、なんか無心で食べれるような。おお料理が届きました。見てください、めっちゃカラフル、すごいカラフルですよね。まずこっちが冷やしのフォーと揚げパンとかついて、もう春巻きもデザートもついたもうセットですね。はい、33種類の中から私は冷やしの方を選びました。でこっちがブンボンフエというお料理です。ちょっとピリ辛なんですけど、私でも食べれるぐらいのピリッとぐらいの辛さだと思うので、これもね暑い夏に汗かきながらとかいいかなと思って。でこっちのセットにはバインミーもついてくるということで、美味しそう。お皿がねまず可愛いですよね。ちょっとこうなんていうんだろう、昭和チックっていうか、なんか懐かしいようなお皿もすごい可愛いです。こういう入れ物とかちょっと金属の食器とかも本当ベトナム、本当ね徹底的にベトナムにこだわっている感じもするし、だけどこんなにこう映えるというかおしゃれだから、もう女子のランチとかもいいなと、うん、思います。おせんべい、これは
なんか汁につけたりして食べるようなベトナムでよく見るおせんべいと、こちらは大人気だというスイカジュース、パクチーのスカッシュ。美味しい。めっちゃスイカ丸ごとジュース、夏が来たなって感じします。スカッシュは混ぜた方がいいみたい、下の方にね溜まってるから。今回はねパクチーのスカッシュにしました。もうただのスカッシュじゃない、ベトナムのスカッシュだね。お、香った瞬間パクチー、うん、このスカッとした感じのスカッシュとこう香ってくるパクチーがもうまさにパクチースカッシュです。これもねベトナムで使われてる、本当にベトナムのお箸入れです。すごい。あ、これもベトナムだ。すごい、こんなに。新宿ですよ、ルミネですよ。文房笛、あ、細麺の文房笛です。なんか文房笛って太いイメージあるけど、太いのはこうサイゴンの南の方で食べられたりするみたい でこれはちょっと細麺の文です。いただきます。おいしい。あ、お出汁めっちゃベトナム、牛肉のお出汁めっちゃ出てて、ベトナム料理のなんか美味しい点ってすごいお出汁が美味しくないですかよね。ベトナム料理ってすごくいろいろ楽しめて、まずね野菜を入れる、そしてパクチーを入れたらもっと何南国っぽくなるし、レモン入れるだけで、ちょっと入れるだけでめちゃくちゃ味変します。うん、全然違う、変わった、なんか、ね、爽やかな味になりました。こういうなんだろう、お酢みたいなニンニクとか唐辛子が入ってるお酢とかを入れると、それはそれでねまた変わります。おお、爽やかからねこう刺激が増している感じ、うん、めちゃくちゃ味変。バインミー、バインミーいいね。なんかセットの中にバインミーも春巻きもデザートも何でも入ってる、すごい。うん、あんまりパンがカリカリしすぎてないから、ここに大きな麺料理があってもサブで入っててもパクパク食べれそうな感じです。生春巻きです。なんかいいね、ベトナム行ったら私麺料理1個頼んだら結構いっぱいというか、サブのものをあんまりこう頼めなかったりもするんですけど、こういうセットいいですね。うん、大葉の香りが良き。ボロボロで食べれんかった。おお、つけせん美味しい。こちらは冷やしのフォーラインという、なんかベトナムでもね食べられる料理みたいなんですけど、冷やしが入るとは、しかもかける方式になっています。ん、混ぜるのかな、うん、ここの麺料理ね33種類もありますけど、ね、33種類もあったらオリジナルかなとか思ったら、もう全部向こうで食べられるような料理で、ベトナムってね麺料理めちゃくちゃあるので、麺料理の種類もねなんか年々増えていってるみたいですよ。1年ほど前に今144種類あるみたいなそういう記事を見たことがあるぐらいめちゃくちゃあるので、本当になんかベトナム料理ってフォーだけじゃないんだなってきっと思ってもらえるような、うん、冷やしのフォーはめっちゃ美味しそう。ほら、麺は本当に平麺のフォーなんですけど、これこそ夏に食べたい。いただきます。
じゃないみたい。冷やしポーというからね、本当に冷やしてあるから冷たくって、もう本当にもう今こそ食べてほしい、夏に食べてほしい。めっちゃ美味しいです。味はね、ヌクチャムが入ってるような癖のある調味料かもしれないんですけど、本当に冷やして食べるともう癖を感じないような、ツルツルっていけちゃう。これにも野菜入れます。パクチー入れます。めっちゃレモンでかいからめっちゃ絞れます。そうめんとかうどんとかって麺とつゆって感じだと思うんですけど、めっちゃ野菜入ってるからヘルシーだし、米粉麺だからヘルシーだし、お肉も入ってるから栄養取れるし、ベトナムの味がするからもうベトナムに来てる気分っていう。四鳥、一石四鳥。揚げパンも食べてみます。ベトナムで揚げパンってよく食べられるそうなんですけど、私ね食べたことなくって、で日本で作られる揚げパンってやっぱりベトナムと違って、ベトナムの揚げパンをと研究に尽くしたという揚げパンだそうです。で揚げパンってね、麺のこのスープに浸して食べるのがベトナム流ということで、文房笛に浸してなんか揚げパンは揚げパンですごい主張してくるし、でもスープの味が加わってなんかこうカラフルになるっていうか、謙虚な揚げ波長みたいな感じ、わかる？なんか揚げパンは私揚げパンなのって言ってるけど、すごく謙虚なの。スープにつけてスープの味が加わったらそれも許してる、許容してる。でもスープの方も謙虚だから、こうお互いが謙虚になって、なんか揚げパンを食べているけどスープも味わえるっていう。わかります？わかります。あ、よかったよかった。カルガットココナッツアイスでございます。おー、すごい。デザート来ました。まずはこちら、お豆とココナッツミルクとベトナムゼリーのチェーです。こういう何、こういっぱいカラフルな色がついたお豆のチェーってベトナムでよく見るので、これにしてみました。それと丸ごとのココナッツに入ったアイスです。すごくないですか？ココナッツ削ったところが入ってるっていう、すごい。まずはチェから混ぜます。あ、私いつも疑問なんですけど、チェのこのクラッシュアイスどうすればいいのかよく分かってない。でもね、このクラッシュアイスのおかげで冷たいチェが食べれます。ベトナムで食べた時、あったかいのか冷たいのか全然分からん、ぬるい感じで出されることあって、なんかどっちって感じなんですけど、私はこれぐらい冷たい方が好きなので。めっちゃ美味しそう。しかも可愛い見た目、すごい可愛い。いただきます。おお、美味しい。ココナッツの甘みと、こう練乳みたいなすごいズドンっていう甘みと、でもこの中にお豆とかなんかピーナッツみたいな硬いものも細かいの入ってるから、このなんか歯ごたえみたいな感じで、もうただのドリンクではない、なんかスイーツだけど飲めるか食べるか分からないぐらいのこの感じ、すごい好き。例えると何ですか？例えるとですか？例えると、残念ながら同床だったけど3ヶ月後になって1人の人の不正が発覚して1位になった感じ。オーラスのココナッツアイスです。あ、贅沢贅沢、身も入ってます。いただきます。うわ、本物来た、本物。うわ、
当に今削りましたっていうこの身を削った跡があって、しかもこれ食べながらね、これ削りながら食べれる。うん、ごちそうさまでした。本当に美味しいベトナム料理をいただきました。ここを立ち上がったの今年なんですけど、ここに置いてあるもの、机、椅子もそうだし、屋台のカーもそうだし、もう壁に貼ってあるものとか、こういうものも全てベトナムから取り寄せてるぐらい、本当にベトナムにこだわったお店になっていました。でしかもね、ベトナムっていう感じなのに女子がこうすごい入れそうな、すごい可愛い空間になってて、本当に明るく食事ができるなと思うので、ぜひ新宿駅からもね近いので皆さんいらしてください。もう何よりすごいのが33種類の麺料理、本当に33日来れる感じですね。はい、というわけで今日はここ4ハノイ屋台バーバーからお届けしました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヘンガプライオービデオティップリアンニェー。